天津にあるトヨタの工場です稼働を取りやめていて従業員の姿はありませんこの辺り一体静寂に包まれていますトヨタ自動車は中国の天津などにある工場を9日まで停止すると発表しました中国当局は企業に対し連休明けからの営業の再開を延期するよう指示していて周辺の他の企業の工場も停止したままですまた 家具や生活雑貨を扱う IKEA も、先月30日から中国本土のすべての店舗の営業を中止していて、再開のめどは立っていません。高速道路でもすべての車を止めて一人一人の体温を検査するなど、中国では厳戒態勢が続いていて、同時に経済への影響を懸念する声も上がっています。